いらっしゃいませ。おおきにね。おっと、危なっ。あ、はい。
竹地半平太を追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜く気じゃねえだろうな。俺を呼び出したのはお前か。ああ、土佐浪人中岡慎太郎だ。よろしくな、坂本龍馬さんよ。土佐の中岡慎太郎。そう、同郷のお仲間ってわけさ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。中岡と言ったな。あんた何者だ。吉田東洋様の付き人だ。正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえご恩がある。おやっさんの。おやっさんか。あの時もお前東洋様をそう呼んでたな。あの時だと。東洋様が殺された時だよ。あの時俺もそこにいたんだ。あんたあの場にいたのか。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地がいたことまで知ってるんだ。役人が駆けつけた時あそこにはもう俺しかいなかったはずだ。言っただろう。俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが二人来ることは内密に聞かされていた。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに城勤めしても意味がねえ。だが東洋様を殺したやつだけは許せねえ。お前のことだよ、坂本龍馬。で、本人を目の前にしてあんたどうするつもりだ。ここで切るか。悪いな、今のは冗談だ。確かにあの事件、犯人はお前ということになっている。表向きはな。どういうことだ。俺は真の犯人は別にいると睨んでるってことだ。ん？よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず、京で名を隠して生きなきゃならねえ。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。お前が何を得た。じゃああんたはあの事件の真犯人を誰だと思ってるんだ。竹地半平太だ。俺はそう見てる。何だと。竹地半平太、そして土佐勤王党の大躍進。藩の賛成だった東洋様が生きていれば、竹地もここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得したやつが他にいるか。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。それであんたは竹地を追ってたってわけか。ああ。で、奴を嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。何だって。あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ、そいつがおやっさんを切るの。犯人はそいつだ。実はな、俺もあの事件の真相が知りたくて
その男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやらお前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。今度は俺が話を聞く番だな。俺の方も長話になるぜ。なるほど。だからあんたは新選組に入ったのか。覆面の男を追うために。ああ。そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったのか。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思えない。新選組に入って掴めたのはせいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。あいつらはやべえな。土佐勤皇党だ。俺が竹地を嗅ぎ回ってたのも感づかれたか。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確かにな。勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう覚悟はできとるの。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもんとこんな場所で会うがかい。ったく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな。全く関係がないわけじゃない。恩に切る。二人まとめて八の巣にしちゃれ。
さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大した腕だ。いや、あんたも案外やる。まあ、今後ともよろしく頼むぜ。これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。わかった。あんたはまだ竹地を追うのか？いや、竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て、竹地が土佐に帰っただと？知らなかったのか？最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだ。それはどういうことだ？まず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得てつい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹地を土佐に呼び戻した？さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろ。1年前陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか？そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ今のところはな。ああ。幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん？さあおりょうちゃん。これは裾を直してくれたのか？気にせんといて。ち
三頭代はいただくさかいな、おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあ、そろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。許してくれ。
すぎるで。いや、ちょっと気ぃつけてくれんと。どうも、斉藤さん。お、羽織バッチリ決まってるじゃないですか。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ、頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。昨日ここには来ましたよね。タイの大事な会議とかはこの本堂で行います。それで次の場所に案内します。分かった。あいつどこ行ったんや。
のもあった。いや、任せときって。何遍も言わすなや。大丈夫か？そろそろ帰るか。ここは土蔵ですね。でも蔵としてだけじゃなくて、まあいろいろ使わせてもらってます。さあ次に行きましょう。ああ、ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斉藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や休憩を取りたい時に使ってください。では次に行きましょうか。ああ、斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの三番隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。
舐めやがって。シュッ、シュッ、シュッ。こんなとこですかね。隊長の仕事は以上です。わかった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃ、お疲れ様です。ああ。
こしやす。いい味だ。どうも。
起こしやす。おお、うまい。どうも。調子乗ってました。